どうも、ふなっちです。今日は暇になったので、サップで海に出て、少しくらい釣りでもやってみようかなと思います。それで、今回撮影をしてるカメラ、このカメラなんですけど、Amazon で6000円ぐらいで買ったアカソ EK7000 っていうめちゃめちゃ安いアクションカメラで、音が結構ちゃんと撮れないので、アフレコで、ちょっと解説を入れたいと思います。今日私がサップしに来たのは、熊本県芦北郡の、ある海浜公園なんですけど、ここは風が強い日でも、風裏になっている時が多いので、私みたいなサップ初心者でも、安全に沖に出なければ、サップをすることができるので、結構気に入ってます。体が温まってきたので、ほんの少しだけ沖に出て練習してみようと思います。今日は1月の中旬なんですけれども、日中の最高気温が10度ぐらいの日で、風はそんなに吹いてなくて、装備としては、5ミリのウェットスーツ、フルウェットのみですかね。中にちょっと寒いかなと思ってインナーとしてヒートテック1枚着てます。水に落ちなければ全然寒くないです。で、落ちたとしても漕いでれば温まるかな。堤防のちょっと先にテトラが積んであるので、シャッド系のテキサスでちょっと攻めてみたいと思います。重い、結構。荒かぶだ。結構いいサイズ。そんなに大きくなかったのでリリースしました。今日の釣果は、これ1匹でした。私がサップフィッシングが好きな理由は、今までちょっと手が届かなかったポイントに行って攻めてみたりとか、サップで景色を楽しんだり、サップを漕ぐこと自体がすごい気持ちいいので、帰る頃にはたとえ魚が釣れてなくても、気分がいいですね。もうだいぶ漕いだので、これぐらいにして帰ろうと思います。今度はもうちょっと魚釣りたいなと思います。ではまた他の動画でお会いできたら嬉しいです。それではさようなら。